カール・フォーン・オシエツキー大学、オルデンブルクは、ドイツにイーダーザク先週、オルデンブルクにある州立の総合大学。通称、オルデンブルク大学。以下、本校では、オルデンブルク大学と呼称する。行動前進となった、州立教育専門大学の廃校を受け、1973年に創立された。ドイツ国内では、比較的若い大学である。 1991年にノーベル平和賞受賞者カール・フォーン・オシエツキーの名を冠する現在の大学名となった。1970年代に一貫した教員養成プログラムで広く名を知られるようになった。その伝統から現在でも各種教育機関のための教員養成は東大学の重要な特色を成している。近年では教育学の他にも社会学、 情報工学、音響学、脳科学、再生可能エネルギー、海洋学研究などの分野に力を入れている。1994年設立の北部、ドイツ大学連盟に加盟している。2002年の大学組織改編の際、それまであった11の学軍は新たに設立された5つの学部に吸収統合された。現在、医学部も設立されて6つの学部がある。 いわゆるボローニャプロセスの一環として、2005、6年冬、学期より、英米型の学士課程、修士課程が導入された。大学校内市の中心部からやや離れた、ハーレントアー地区と米広い地区に、キャンパスがある。語学部合わせて21の学科を要する。総学生数は、2009、10年冬学期の時点で、約1300人。教授数は、約170人。 ビルヘルムズ豊富にある臨海研究所欧州内外の様々な国の大学と活発に交換留学協定を締結している。日本の定型大学は法政大学。ありがとうございます。